モフセン・レザー・イ・ミール・ガエドは、イランの政治家、経済学者、元イスラム革命防衛隊司令官である。現在は、公益判別会議初期を務めている。イランにおいては、少数民族である、アラブ人に属する。2009年イラン大統領選挙では保守派として出馬した。1954年9月、イランのフーゼスターアン・シューマス・ジェデス・ソレーマーンに生まれる。その後、 名門イラン科学技術大学に入学、機械工学を専攻する。イラン・イラク戦争後、首都テヘランにあるテヘラン大学に入学し、経済学の博士号を取得した。1981年には27歳にして、イスラム革命防衛隊司令官となり、1997年まで指揮官を歴任した。同年には、公益判別会議評議員となった。その後初期を務めている。 モフセンはテヘランにイマームホセイン大学を設立し教授として授業を行っている。2013年のイラン大統領選挙に独立系として立候補したが388万4412票で4位に終わり落選した。2021年のイラン大統領選挙に立候補して5県評議会による審査で出馬を承認された7名の 大統領候補のうちの一人となった。2021年6月18日に投票が行われ、集計の結果、開票された2893万3004票のうちレザー E が約11.79%に相当する341万2712票を獲得してにとなったが、 エブラーヒーム・ライス・イー候補が有効投票の過半数となる1792万6345票を獲得したため、決選投票にはもつれ込まず1回目の投票で、レザー・イーの落選が確定した。1994年7月18日にアルゼンチンのブエノスアイレスで起きたイスラエル人相互協会での爆破事件の関与が疑われており、 事件の犯人は未だに見つかっていない。2006年11月、アルゼンチン側は、アミア爆破事件に関与したとして、イラン人、デワノン人、計6名の国際逮捕状を発行している。ユダヤ系人への爆破テロは1992年にも起きており、連続爆破事件の疑いが強いとされている。目撃証言としては、モフセンの息子がアルゼンチンに滞在しており、 実行犯とみられる、レバノン人と同伴していたとの証言がある。また、ユダヤ人への爆破テロは、イラン首都テヘランで計画されており、イラン当局が把握していた。モフセンの父親の名は、ナジャフといい、モフセン自身は、現在5人の子供、2人の息子、3人の娘の父となっている。モフセンの息子、アフマドは、2011年11月、 ドバイのホテルで死亡しているのが発見された。自殺とみられている。モフセンはアメリカ合衆国及びヨーロッパ連合加入国への入国が制限されている。ありがとうございます。